皆さんこんばんは。教師会をやります為末と申します。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。今日はですね、このラオスとパラリンピックという活動の中で、やられている中村さん、それから羽根さんに来ていただき、また遠藤健も混じって後ほどディスカッションしていきたいなと思います。はい、ということで、ビール飲んでる方もいらっしゃいますが、では始めていきたいなと思いますが、まずはこれシリーズでずっと続けていまして、サイボーグという会社が主催はしているんですけれども、まずはそれ今回のこのイベントの趣旨とですね、それからサイボーグがどんなことを目指している会社かっていうのを代表の遠藤の方からお話をしてもらいたいなと思います。よろしいですか？お願いして。はい。はい。ありがとうございます。サイボーグっていう会社のまずは紹介なんですけれども、どういう会社かというと、基本的にはこういう速く走るための義足を作っていると思ってください。パラリンピックとかでよくテレビとかで見るような走る義足があるんですけども、こういった我々は板バネと呼んでいるものを作ってます。で、板バネは高いので、これをどうやったらみんなが使えるようになるかっていうことも考えながら、アスリートのサポートをして、アスリートが速くなることをプロジェクトとして考えながら、それをみんなが使えるような場所も作りたいということで、この義足の図書館という場所を作りました。これ現在 NPO 法人化してます。ここはブレードと呼ばれているその板バネは高いのでみんな買えるものではないので、アスリートは速く走りたいのでいくらでも払ってでも買いたいというふうに思ってくれてるものなんですけれども、公園とかで走るとか運動会で走るとか皇居の周りを走るというのに、数十万、高くてもう50万60万とか、義足1本だと100万ぐらいもしてしまうようなものを買えるかというと、やっぱなかなか買えないので、ここに来れば、ブレードを借りて、この隣のトラックで走って、で返して帰っていけるというような、簡単に走れる場所も用意していますと。そして、ブレイドフォーオールっていうプロジェクトも去年から始めたんですけれども、さっきの義足の図書館がここに来れば走れるというような場所だとしたら、ブレイドフォーオールというものは、このカーボンの板バネをなるべく安く作って、みんなが自分の生活環境か、学校で走るとか、そういったところで使えるようにできないかというふうに思って、続けているプロジェクトがあります。で、これは去年からも引き続きやっていて、この以前の、サイボーグのイベントでも話したことがありますので、もしご興味あったら見てみてください。で、今回このクロスサイボーグって勝手に我々が呼んでやってるんですけれども、全6回目、0回目を入れると6回になります。で、ボリューム5なんですけれども、何をやってるかというと、簡単に言うと、我々がこれからやりたいと思っていることを一緒にやってくれそうな人たちを呼んで、実際にプロジェクトを進めるにあたって何が必要かというか、みたいなことを話せる場所になったらなというふうに思ってます。で、これは別に他のメディアでも話したこともないことが多いかと思います。というのも、実際にこれから起こることだからだと思ってます。なので、大きなビッグビジョンを語って、あとは実際に起こること、そして実際にこれから起こるであろうことを当事者同士で話し合うというような場所になったらなというふうに思っております。で、これに今回はラオスの話で、実際にもうプロジェクトをちょっとは踏み出しているものが対象になってるんですけども、これまででもルワンダで義足のアスリートが生まれるためにはどうしたらいいかという、ルワンダで義足を作られているマミさんとか、あとはブレイドフォールもここで話しましたし、あとはジャリッド・ウォレスというアメリカの選手とも話しながら、こういった実際にやっていることを中心に話しました。で、今日はそのラオスで実際にパラアスリートの育成をやっている羽根さんであったりとか、あとはそれより ADDP という NPO 法人という広い枠組みで就労支援であったりとか、そういったラオスならではの難しさと、じゃあ実際にどうやったら広げていけるかというようなことが話せればなと思っております。簡単ですが、これで導入を終わります。ありがとうございます。さて、導入はこんな感じで、じゃあ実際に入っていきたいと思いますが、まずは中村ゆきさんをご紹介したいんですけど、私の方からですね、ちょっと経歴をダーッと呼びますので、少し時間かかりますけど、皆さん聞いていただければと思います。ADDP の事務局責任者を今やってらっしゃいます。これは後ほど ADDP という団体のことをご説明いただきますけども、大学卒業後に JTB 勤務を経て、
1993年から4年間オーストラリアのブリスベン総領事館に勤務をされ、それから帰国後ですね、八代先生、八代栄太先生の事務所の秘書として国内外の障害当事者団体と関わり、八代先生の福祉外交の支援を行うと。特にアジア太平洋の開発途上国の障害者団体とのネットワークを構築、その後バリアフリー施策を学ぶためアメリカ運輸省インターンを経て、帰国後は JICA 研修管理員として途上国の研修員受け入れ事業の通訳として特に障害関連コースに携わられておりました。2002年よりアジアの障害者活動を支援する会 ADTP に所属され、ラオス事業は2004年から関わって就労教育、リーダー育成など全ての障害者支援プロジェクトの案件形成に関わっていらっしゃいます。2010年に事務局長に就任され、スポーツをツールとした障害者のエンパワーメントの有効性に早い段階から着目され、当事者支援から政府の政策アドバイスまで幅広く担当、現在に至るということでございます。でもう一人、あ、よろしくお願いします。もう一人、でもう一人が羽根博之さんといってですね、あの先ほどから映り込んでる、これ、ま、あの決して野球を見ているお父さんの間違いではなくてですね、あのラオスでコーチをしていらっしゃる方で、今日の主役の一人でもあるんですが、2015年の11月から2021年現在ですね、ラオスの障害者陸上代表選手を強化育成されています。実は私の社団法人 の、 あのサポートもいただいて、ラオスの選手の支援をしていただいています。ご自身が中学高校と陸上選手で、あの当時はまだ障害を負われてないですね、健常者として参加されていて、800メートルとか400メートルハードル、インターハイにも出場経験があります。で2003年から障害者アスリートとして、パラアスリートとして走り幅跳び、三段跳びに出られて、元日本記録保持者でございます。でこのお二人が今ラオスでいろんな活動をされていて、私たちと出会って、まあいろいろ進んでいるわけですけれども、それを一つ一つ話していきたいなと思います。はい、それではじゃあ中村さん。あ、はい、はい、すいません、長い間お待たせいたしまして。いえいえ、でもないです、はい、私いただきましたけども、もう羽根さんと一心同体と思っているので羽根さんどんどん入ってきてくださいということで、ちょっとシェアをさせていただきます。はい、すいません、いろんな、なんかちょっとですね、もうどんどんいきます、すいません。はいはい、はい、あ、ちょっとこの話いきなりもう羽根専門家の映像が あるんですけれども、私、はい、皆さんはじめまして、アジアの障害者活動の中村です。試せてありがとうございます。ご紹介で、これもう羽根さんの、スライドなんですけど、羽根さん と、東海出会ったのが2014年。羽根さん正しいですね、うん、大丈夫、合ってますか、はい、合ってますか、はいはい、裸の本当にですね、羽根さんと出会ったのは、羽根さんは東海のホームページを頼りにアポを取ってくださって、ご訪問されたんですよね。で今日行きますと。で羽根さんこうドアを開けられて、多分皆さんご存知のように、その当時の髪型すごい覚えていて、ものすごいドレッドヘアでしたっけ、羽根さんの。それで体はすごくサイケの60年代のサイケとか、そういうもう十分こうなんかヒッピーの時代の出立ちでいらして、はい、私はぎょっとしたんですけれども、はいはい、羽根さんが来てくださって、本当にその時に羽根さんがまあ、突然で申し訳ないと。でその時にご自身のお話をやっぱりされて、もちろん障害を負われて、もちろんその前は陸上選手でいらして障害を負って、まあ、いろいろ自分が自暴自棄になって、なんか人生落胆した時に自分はスポーツで本当に救われたと。で今マスターズだとか三段跳びの選手でパラ目指して、でいろいろやることはもうやり尽くしたと。でなんかこのあと自分が培ってきたものを途上国で生かしたいんだけどっていうお話をなさったんですね、途上国で。で今回ラオスってことをご存知で、多分羽根さんその時ラオスじゃなくてもよかったんですかね。お、どこでもよかった、極端な話途上国であれどこでもよかった。なんでラオス見つけたんですか最初。僕、はい、ラオスだったんですか、はい、
いや、たまたま ADDP と知り合ったのが先 で、ADDP がラオスを支援してたっていうだけなんです。ああ、なるほどね。その前は、ちょっとね、どこだっけな、ミャンマーに支援している団体に8割方決まってたんですよ。はい、うん、だけど、それはね、陸上の教えるんじゃなくて、体育を教えてもらいたいっていうことで、あ、なるほどね。8割が、なんか、なんだっけな、有名なドクターがやってる団体、名前がちょっと出てこないけど、うん、ちょうど亀末さんの船の科学館でこう講演をして、で、はいはいはい、あの後にちょうどADDP から出てきた、うん、ただ忘れもしない、うん、で運命の出会いとも思うんです。というのは、まあ、一元で羽根さんがいらっしゃって、でその時 ADDP は ADDP でちょうど、うん、まあ、ジャイカーさんなんですけど、このある申請書が通ってですね、障害者、まあ、パラスポーツ普及促進、うん、大きなプロジェクト、オリパラもあって、うん、取れたって言ってですね、そういう形だったんですね。で、これからじゃあラオス本格的に政府と仕事をしていこうっていう時に、まあ、パラ陸上もちろんもう花形、もちろんあれなので、専門家とか本当にご紹介いただかないといけないななんて思っていたところの羽根さんいらしてくださって、うん、タイミングが、うん、それで結構でもあんまり羽根さん途上国行ったことなかったんですよね、多分カンボジアに1回行ったことがあった。あ、そうそうそう、うん、それで、でラオスですけどご存知ですかっていうそういうお話から、うん、始まったんですけれども、はいはいはい、本当にいやいや、じゃあまず一度行きましょうということでラオスに行っていただいて、羽根さん気に入ってくださった、うん、そして2015年だからね、ちょっと言わせてください、一個面白いエピソードがあって、はいはい、その時初めて何ですか、八郎先生と会ったんですよ。はいはい、一回うどん祭に行ってもらおうって八郎先生が言ったんですよ、うん、あ、すごい、田舎の地方の県、はい、地方の県ですね。あ、地方の県のラオスのお祭りですか。はい、でうどん祭っていうから、なんで俺がうどんのお祭りに行かなきゃいけないのかなと思った。場所でから地名で、本当はっていうか、うどん祭っていうんですけど、それを八代先生、うどん祭っていうから、うどん祭に行ってもらうと、なんで俺がうどんのお祭りに行かなきゃいけないのかなって、それもすごくは頭に残って、まあ、それは県の名前だったんですけど、そこで、はい、ちょうど全国障害者スポーツ大会っていうのが、ラオスもだんだんそういうのが始まってるんですね。その時1回目で、うん、まあ、4年に1回なんですけど、うん、ちっちゃな規模でそういう大会、お祭りがあるので、はい、じゃあそれを見に来るラオス、そしてちょっと来てもらって、ラオスが気に入ったら、長期で滞在どうですかっていう始まりだったんですよね。うん、なるほど、なるほど。そういう感じで、で、今もう羽根さん6年、ラオスに来てくださってるんですけれども、うん、これはまたドリームプロジェクトの話と、またあとで、うん、話がつながっていくんですけれども、でもすごく羽根さんの出会いは、本当に ADDP がこれから本腰、うん、政府とラオス政府としっかりシステム作ろうという時に羽根さんと出会えたので、うんうん、本当にこの6年は、すごく私たちにとっては、政府は難しいです、途上国の政府って、やっぱり行き過ぎ縄ではいかないし、うん、お金のこともやっぱりあるので、ですが少しずつ積み上げていく、うん、本当に ADDP の最後の第4コーナーみたいなところを羽根さんとご一緒できたっていうのがありがたいと思っています。本当に為末さん、20% しかラオスご存知じゃないので、ちょっとラオスについて。行ったことがないですね。皆さん存じ上げてると、はい、行ったことラオス、そうですね、ラオスはきっとどこかで、はいはい、ちょっとだけ基本情報ですけど、はい、インドシナ半島の本当に北側にあって、見ていただく通り、うん、5カ国に囲まれてるんですよね。内陸国です、海がない、うん、決定的にこの国は海がないということで、うん、まあ、大変な状況なんですけど、人口も700万人しかいません。もう北には中国大国です。でミャンマー、うん、タイ、カンボジアベトナムも4000万人とかの人口のところに挟まれて、ラオス700万人。でも羽根さんもご存知だと思うんですけど、ラオスのんびりサバイサバイ、何にも考えてないとか思われがちですけど、私はこの地図を見てもラオスはものすごい外交に長けてるんです。というのはこういう列強に囲まれて、うん、ずっと頑張ってこう、うん、うまく外交をやってきたんですね。関係を構築してきたので、ものすごくラオスの人っていうのは人を傷つけない、
当に嫌なことは言わないけれども、したたかにいろんなことを強くですね、考えている、そういう国民だと思っています。まあ、そんなラオスです。なるほど。はい。で、これも、まあ、皆さん、多分ご存知であると思いますけど、意外に知られてないラオス、負の、これが最大の負の遺産だと思われます。人口一人当たり世界で最も爆撃を受けた国。これ、ギネスブックに多分出てると思うんですけれども、本当にそんな遠くない戦争ですよね、ベトナム戦争。私もこの狭間に生まれてますから、あれ、この戦争で、ラオスっていう国は、まあ、ベトナムと国境をものすごく長い距離接してるんですけど、うん、2億6000万発。この2億6000万発のクラスター爆弾がラオスに。で、これもう、なんか想像もでどんな量っていうのはわからないんですけど、うん、第二次世界大戦全体で使用された爆弾の数倍以上、これがラオスにもう雨あられと降ったわけです。で、そのうちの3割が不発弾、結局埋まってるんですよね。で、今もそれが爆発してしまっている。だからこれが最大ラオスの開発を阻んでいる、まあ、ものだというふうにも言われています。うん、で、もうかなり土地の3割ぐらいが本当に危険区域になっていて、で、私たち障害者支援をしている団体でもちろん不発弾を爆発して、これは殺さない爆弾と言われてるんですよね。障害を負ってしまう。例えば手をなくしてしまう。デモになってしまう。足をなくしてしまう。で、この、障害危険というのが今もまだ続いている。それがラオスです。はい。でも、一方で、ちょっと、本当に負の遺産もあるんですけども、羽根さん、ラオス、美味しいですよね。食べ物。うん。まあ、辛いですけどね。辛いです。僕は辛いの大丈夫なんで。辛いし、発酵食品もたくさんあるし、川魚なんですけど、お魚も美味しいし、野菜も豊かだし、いや本当に、何よりも人が、素敵です。これが本当に最大の、ラオスの素晴らしさだと私は思っていて、もう知らない人でも、みんな飲もうよ、うん、ご飯食べましょう、うん、みんな迎えてくれる、何度、そういうお世話になったことか、うん、もうそういう垣根がすごく低いんですよね。で、こういうのはすごくラオス、いいところです。はい。すいません、団体も、こんな感じです。東海の団体、1992年にできた団体で、アジアとついてるんですけども、今、ラオスを中心に活動しています。国内はちっちゃい団体なんですけど、ラオスに行くと60名ぐらい、はい、研修生だとか、スタッフが働いています。はい、で、遠藤さんも来ていただいたカフェ、こういう、みんなのカフェという、これみんな日本のみんなっていう意味なんですけど、ラオス人がこれ気に入ってくれて、みんなのカフェっていう4つのインクルーシブカフェですね。これ、私たちそのスポーツを、まあ、進行してますけど、やっぱり就労、すごくリンクしてます、途上国。やっぱりスポーツしながら、社会自立のために手に職業訓練、就労にやっぱりしっかり、そういうことも2つ、同時にやっぱり進めていくってすごい大事だと思っていて、このカフェにも、カフェの3分の2以上のスタッフは何かしらのスポーツに携わっています。で、ここ、多様な、もう障害、いろんな障害がある子たち、知的障害、ろう、視覚障害、身体障害、そういう子たちがみんなで働いているカフェで、カフェでは手話の啓発をしたり、そして作ったケーキやパンを出してっていう、こういうカフェを運営しています。はい。で、はい、東海、もう私が本当にすいません、なんかスポーツ何もやってない、本当に自分自身は全くコーディネーターなので、私自身がスポーツをやってるわけではないんですけれども、スポーツを、まあ、原点として東海ラオスに入りました。で、初め進行したのが車椅子バスケットボールです。で、これもこの当時2000年、もうやはり多くの障害がある若者たちが本当に家に家族の庇護のもと生活をしていて、なかなかこう出てこられない状況。で、個人スポーツならまだしもいきなり車いすバスケットボールというお金も少しかかってしまう、まあ、スポーツを進行した理由はやっぱりこう仲間ができたり、モチベーションをお互いに高めたり、で、車いすバスケットボール特有のやっぱりルール、14点のポイント、クラス分けがあります。で、それ、そうすると今度、軽い障害があること、選手たちが重度の障害のある仲間たちをこう探して、で、彼らをやっぱり練習に誘って、みんなでこう、技術を高めていくっていう、とてもピアサポートの原点、本当に若い選手だったんですけども、これはすごくスポーツを通じていろんなモチベーションが生まれていくんだなっていうのをすごく
感じました。でずっとこれよく使うんですけど、羽根さんもこれお見せしたことあったかな、こう本当に私たち長く同じ国に支援しているので、16歳だった子が例えば36歳になって、まあ、リーダーとして、そしてまた若い別な障害、また他の県にいる障害を持った人たちをエンパワーしていくっていう、こう個人に向けたアプローチをずっとやってきました。で一人一人が仕事を持って、そしてスポーツもして充実、毎日を充実して社会自立に向かっていく、こういうエンパワーメントのサイクルを東海はスポーツを通じて、作ってきました。でこういう感じでバスケのトップ選手なんですけど、彼16歳で本当に打ち気だったんですけど、彼今トップ選手になりました、男子で。でも彼同時に手先がすごい器用だったので、職業訓練を経て、彼は今ノキアの携帯修理の会社を作って、障害者を雇って自分でチームを作ってっていう、こういう、まあ、一つ一つのサイクルで自分で車椅子も修理したり、でこういうロールモデルをやっぱりたくさん作っていくっていうことを東海は、コツコツ地味なんですけど、時間がやっぱり人作りって時間がかかりますので、ただそれがまあ唯一の東海の強みだと思っていて、こういうサイクルで、ね、羽根さんも、まあ、もう羽根さんあれですよね、リーダー、まあ、リーダーというか羽根さん自身がやっぱり障害当事者でいらっしゃって、やっぱり羽根さんのメッセージってすごく響く、そういうピアサポート、同じやっぱり障害がある同士でこういろいろな支え合いを作る。でその時に、うん、個人でやってるんですけど、でもラオス政府どうなのって話で、初めは見向きもしなかったです。だからこう外人がワイワイ来て、はいはいやろうで、何やってるんだろうっていう感じだったんですけど、やっぱりスポーツっていうのはやっぱり国がある程度コミットしてもらわないと、今度選手練習できて上手くなっても国際大会に出たりする、その仕組みを作るのはやっぱり政府、パラリンピック委員会、いろいろな制度を今度作っていくっていう時に、政府にもやっぱりこういろいろアドバイスを求めたり、まあ、彼らのやる気を求めたり、今まさに羽根さんが来てくださった6年はこのフェーズを羽根さんと一緒に実はやっているというところですね。はいはい、こんな感じで東海とてもなんて言うんでしょう、華やかなパラリンピック競技っていうことよりも、一人の障害を持った若いリーダーがやっぱりスポーツで刺激を持ってこうどんどん自立していく、でそういう人たちを作っていく、そして就労をこうしっかりと抱き合わせて社会自立っていう、これをずっとやってきた団体。羽根さん、このあたりまでは大丈夫ですか、 ADDP のでそうです。で、ね、パラ陸上もちろんなんですけども、今このジャイカのまさにプロジェクトなんですけど、いろいろ競技スポーツ、ユニバーサルスポーツ、草むのスポーツ、練習育成、コーチ養成、制度作り、指導者養成システム、いろんなメニューを組み合わせて、今ラオス政府はそれをしっかりとハンドリングできるところまで、最後もう今1年あと残りなんですけど、そこの総仕上げをしています。はい、こんな感じでいろいろやってるんですけど、うん、もう羽根さんそうなんです。なのでちょっと地味は地味です。華やかなやっぱりこうパラ舞台をっていうまでに、やっぱ人を作るって私はやっぱりコツコツ10年20年かかると思っていて、今それが少しずつ種が今もう花になりっていうステップで、そこに羽根さんがダダン羽根さんが来ていただいた、うん、で羽根さんはパラ陸上を本当に定期練習がない、羽根さんね、なかったですよね、うん、さん定期練習がない、うん、なくて上手くなるんですかって私も素人ながらそう思っていて、うん、で定期練習やりましょうよって羽根さん、誰もいないスタジアムで、俺が毎日来るから、うん、俺が毎日来るからみんな来ない、うん、それをずっとやってくださいました、うん、で羽根さん、羽根さんのいろいろ、羽根さんの本当に今羽根さんの今選手たちがいますよ、羽根さん。でも彼らがついてきました、羽根さんの定期練習に。うん、で、今、ラオスを牽引している、本当に5年間、若い選手ばっかりなんですけど、今、彼ら大学生になって、週 4回、羽根さん、5回。週 5ですね。でも彼ら、うん、もうその定期練習の目ができた
すごく時間かかったんですけど、うん、ラオスなかったですから、定期練習。大会があれば1週間前に、はい、おいでって言って、パパパパって練習していく。まあ、途上国ってそういう感じが多いと思うんですけど、私はこの ADDP の最後のところで、選手が自発的に練習して、まあ、コーチが来て、っていう単純なことをできてきた6競技が、もうそれだけで胸がいっぱい。感じなんです。なので、うん、本当に途上国なかなかパラってでも試すすごい試せたパラ途上国遠いですよね。もっとアセアンとか、うん、もっと近いところがやっぱり目標なのであれですけど、うん、まあパラを目指してもちろんパラっていう最高峰の素晴らしいものがあるっていうことを、うん、羽さんはそういうことも知っとかなきゃダメだよお前たちって教えてくださる。でもそれは素晴らしいことだと思っています。でも彼ら今頑張ってます。うん、羽さんはご結婚されて、羽さんの羽さんの個人的ななんか、はい、あれも出てきてね。そう、すごいなんかあれみたいじゃないですか。トシちゃんみたいじゃないですか。格好は。盛大なご結婚式を。なるほどね。うん、ずっと羽根さんがでも、伴走してくださったっていう、このちょうど羽根さんがいらっしゃるときに、やっぱりか、なんていうんでしょう、こう政府のいろいろな取り組みが変わってきたんですね。うん、例えば、日本も昔、厚生労働省が多分、障害者スポーツやってたと思うんですけど、うん、ラオスもやっぱりそうです。で、なかなかやっぱりスポーツっていう感覚じゃなくて、やっぱり福祉だとか。うん、だけど、やっぱりスポーツは教育スポーツ省、スポーツ主管の省が見るべき。で、この大改革のところも、羽根さん一緒に、やってくださったし、あ、これは、はい、すみません、ラオスの管轄が変わったってことですか？スポーツ。そうなんです、管轄が変わったんです。でもこれ大きいことで、やっぱりこう障害があるなし関係なく、すべてのスポーツっていうのはもう教育スポーツ省が見ましょう。うん、変えたんでしょ、だって。はい。FGB が変えたんでしょ。いや、変えた、そうね、大手。変わったんじゃなくて。でもプッシュしたことは確かで、リソースも、やっぱり教育スポーツ省の方がリソースがあるし、スポーツを少なくとも体育の先生だったり、スポーツやってる人たちがいる省が、パラの方もしっかり、オリはもともとやってましたけど、パラもしっかり見てもらう。で、ラオスは今、オリもパラも、予算もすごくパラが今頑張ってて、うん、まだ追いつきませんけど、こう、トップが同じ人がやってるので、そういうインクルーシブさもあって、なかなか面白いと思います。うん、でも、ここのところはもう、ラオス、私たちは外人なので、やっぱり外人 NGO なので、うん、こういうところは踏み込めないけど、いろいろなアドバイスは、できるので、そういうことを今、プッシュしてる。でも、これは現実にもなりました。うん、はい。なるほど。はい。な感じですかね。はい。スライドはこれで全部ですかね。はい、おしまいです。はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。なんか、取り留めもなくて。いえ。なんかラオスでいろんなかでもスポーツから入ったわけじゃないんですね。活動していく中でスポーツっていうチャンスがやってきて、うん、そうですね、でそれと組み合わさっていった感じですかね。そうですね、うん、スポーツ、そうですね、そんな感じですね。なんかこう機会を例えば、うん、じゃあ集まるっていうことで楽しく続けられることってなんだろうって、こう例えばよくセミナーとかやりますよね。1回こう、ね、うん、1回で終わっちゃってまたチリチリバラバラ。でもなんかこうみんな定期的に来られて楽しくて、うん、ワクワクして体も強くなって、なんかそういうことをいろいろ考えていくとスポーツしかないじゃん、うん、っていうことは結構もうみんな結構早くから、いやいやスポーツ、うん、それは日本ですごくやっぱり日本の車椅子バスケットボール連盟の皆さんってもともと国際協力たくさんやられていて、うん、そういうリソースも早くからラオスに来てくださったり、うん、なのですごく恵まれてますね。もちろんバスケ車は高いですけど、まあでも医療用の車椅子。子供論としてほら、太陽の家と交流があったから、そうですね、で太陽の家の、車椅子バスケット関係でってところから入り口ですね、車椅子バスケに。それは太陽の家っていうのは車椅子の支援の団体ですか？はい、太陽の家はパラを作った中村豊先生ですね。1960年に。はいはいはい。中村豊さんが創設した。結構作った人。はいはいはい。なので大分にいらっしゃる。そうですそうです。老舗ですね。はいはい。はい、そこは、もちろん中村豊ドクターは車椅子バスケットボールをいきなり導入されて、
日本に広めた方なので、うん、太陽の家ってところはもうイコール障害者スポーツ、イコール車椅子バスケみたいな、うん、あの素晴らしいところなんですけども、うん、あのそういう関係団体、ね、うちはそういうリソース、うん、私とかスタッフが専門家ではない、例えばコーチでもない、PT でもない、だけどこうつなぐつなぐつなぐみたいな、うん、そのことをひたすらやってきた、うん、その羽根さんにおつなぎさせていただいたのも、うん、羽根さんが 今例えば振り返った時に無謀だと思うんですね。だってラオスってところも知らないし、いきなり長期で医療も脆弱で、だけど羽根さんが来てくださって、で羽根さんその時 ADDP に住んでいただいたんですよね、うん、ADDP の事務所に。でもこうなんかきっかけでも羽根さんがなんか一生懸命やってくださる、羽根さんが気持ちよく仕事できることを整備する、でもできなかったけど、うん、羽根さん怒ってたけどすいません、そういうことしか、でもなんか、うん、でもそういう団体、これはあのスポーツで、はい、どういうのが具体的に変わった感じはするんですか、その皆さんは、まあ、ラオスの方、うん、スポーツを通じてですかね、うん、スポーツが効いたと思った理由って何なのかなと思って、でもあのさっき、あ、そうなんです、さっきあのまさにおっしゃる通り、うちはそのロールモデルというか成功例を集めている団体なので、その車椅子バスケ導入した時に、うん、あのその時にそのみんなそれこそ施設に入っているような若い子たちだったんですけど、そのバスケがしたいために仕事をしたい、そのバスケを続けられるためには自分が安定した生活をしなきゃいけないから仕事をしたい、そう例えばバスケしたいからもう人を集める、バスケしたいから重度障害の子、車椅子の子なんて本当にラオス重度障害の子が受けられない国なんですけど、彼らが必死になって、軽い子ですよ、すごく障害が軽い、ポイントが高い子が必死に重度障害者を自分で村長のところに行って探して引っ張り出して練習をさせる、国際大会に行きたいからとか、なんかそれって思ったんですよ。いやいや、でもスポーツじゃなくてももしかしたらお習字でもよかったかもしれないとか、いろいろだけど、スポーツをしたい、仕事をしたい、でもっと人増やしたい、でもその成功例とか、こういうふうに変わるんだ、もちろんダメな人もいましたよ、これ残念っていうことだから、そういうリーダーが、そういう循環がね、はい、はい、だから私はあの要は何だろうこれってすごく思ったんですね、スポーツ、ただ、あのラオスみたいなところは皆さん、まあ、日本でいらっしゃって、ラオスは本当に教育も就労も、あ、保健医療もですよ、もうあの重度の障害がある人たちは亡くなっちゃうんですよ、日本じゃ考えられないような、だからそういう世界で生きている彼らに、なんか一筋の入り口ですかね、何かこう人と触れ合う、友達と仲間ができる、ね、自信ができる、体も強くなっちゃう、おまけに筋肉が出ちゃう、なんかいいことづくめと聞こえるかもしれないけれども、その途上国に関してはチョイスがない彼らにとっては効果的だったんだと私たちは思います。なるほどね、はい、だからそれ日本じゃ分かんないですよ、たくさんあるし、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。羽根さん、あのチーム競技はなんかそういう感じじゃないですか、陸上って でも地味ですよね、練習、陸上だと場合どうでしたか、苦労は。苦労はやっぱり言葉っつったらそれで終わっちゃうんですけど、要は今まで知らないことを、あのなんだろう、あの選手、あのラオス人が知らないことを言語化するっていうことがすごく難しかった、うん、日本語で伝えるんだったらまだあの分かるじゃないですか、うん、だからそれを言語化するってことはすごく難しい、だからあの長嶋監督じゃないけど、バーンとかダーンとかガーンといけっていうのがやっぱり多いですよね、僕は。最初はどんな感じだったんですか、最初の指導法って。日本語わかんないですよね。で、多分、通訳の方なんて当然いない感じですよね。そうですね。大事な時だけに。あ、まあ、いらっしゃる。うん、はい、でもまあ、だって週毎日だからね、難しいですよ。そうです。だから、あの、手取り足取りですよね。あの、足を、あの、要は、膝を、まあ、仮に膝を上げるとしたら、膝を持って、こうやってやるんだとか、手りはあの肘を持って、なんだろう、手を振るんじゃなくて、肘を振る感覚って言って、うん、あの
肘を持って肩を支点にして動かすんだとかもう、それを持つしかないですよね。なるほどね。まあ、でもブラインドの選手もいたからそういうのは結構やりやすかったりしたんですかね。うん、そうですね。うん、初めは本当英語も分かんなかったからね、本当大変でしたよ。でもなんかやって、トース数、トース数でしたっけ、なんか言ってたで、体、トース数、そう、なんだっけ、トース数、トース数でしたっけ、なんか体マッサージ。そうそう、よく覚えてます、トース数と体マッサージは合ってます。もうすごい、すごい。もうすごい、すごい。そうか。まあじゃあ、それでなんかいきなり出会ったところに行って、選手たちを教えてた、教え出したって感じなんですね、羽根さんもね。まあ、はっきり言って、なんだろう、ADDP はすごく迷惑だったんじゃないですか、またうるせえのが来たよって。はい、どうでしょうか、どうでしょうか。それ言えないですよ、だって、でも、私はそんなやっぱり大変だから、羽根さん、多分1年か2年で帰っちゃうかなぐらいに思って。時はありました。だから、いや来る前に病気しちゃったんですよね、僕がね、病気しちゃったから、それをすごく ADDP の方はすごく心配してくれて、だからじゃあ一筆書くんで、行かせてくれとまで僕言ったの、もう自分で責任だって言って。そうです、まあ、交通事故とかまた別の話なんだけど、この病気由来のあれで、なんかおかしくなった時は一切責任僕にあるみたいな感じで書いて、羽根さんは なんでそうまでして行きたかったんですか。もう なんでだろう、本当さっきも言ったんですけど、このロールモデル体験を誰かに教えたいなと思って、日本じゃスピーカーいっぱいいるじゃないですか、だから自分が成功したとは思ってないんですけども、要はオリンピアンでもないし大金持ちになったわけでもないから成功したとは言えないんだけども、このなんだろう、さっきも言ったんですけども、ゆきさんおっしゃったんだけども、陸上をやって国際大会に行きたいんであれば仕事をしなきゃいけないよね、で仕事ってお金を儲けなきゃいけないよね、だったら仕事をしなきゃダメだよね、でそこから仕事する、意識がすごく高まって、で自分で仕事探して、でそこにつながって、で海外に行けばいろんな世界が広がるじゃないですか、まあ、海外じゃなくても試合に行けば世界が広がって、でその試合に行けばも結果が出ればやっぱりもっと上を目指したくなるし、で、まあ、僕も最終的にはパラには行けなかったんですけども、要はそこを目指す過程の楽しさというんですかね、充実した、それこそかっこいい言葉で言うとクオリティオブライフの充実ですよね。そこをやっぱり伝えたいなと思って。なるほどね。障害者でも あれじゃないですか、あ俺障害者であんだよ、いいこと何もねえですと思うのも人生だし、前向きに生きて仕事探して、やるのも全部同じ人生だし、だったら選択肢を与えて選ぶのは本人じゃないですか、こういう生き方もあるよっていうのを教えてあげられたらなっていうのがすごく本当になりました。なるほど、意外といいこと考えてるんですよ、ね、意外とね、いや素晴らしい話で、はい。目が真面目なんですよね。はい。ちょっと時間が今半分ぐらい過ぎましたので、遠藤さんにここで入っていただいて、あとはフリーにディスカッションしていきたいんですけど、ちょっとこのドリームプロジェクトっていうもの、先ほどもスライドでちらっと映りましたけど、これどうでしょう、遠藤さんから補足していただくか、まあ、中村さん、じゃあちょっとスライドあるので何やったかっていうのをちょっと簡単に説明したいのと、で基本的には僕は義足のエンジニアなので、で羽根さんがパラ陸上のコーチであるという、まあ、条件で、じゃあ義足のアスリートが羽根さんのチームで走れるようになったら面白いよねというふうに、まあ、考えて、これは本当に僕から羽根さんたちにオファーさせていただきました。こういうことやりたいと、で面白いやってみたいということで、事前にですね、田沢義士さんっていう日本にいる義肢装具士さんの協力のもとで、その PP っていうポリプロピデンっていう技術があるんですけど、まあ、プラスチックですよね、プラスチック の材料を使って義足を作っているので、
その材料を使った義足作り、それにブレードを作るっていうようなことを、まあ、事前に準備しました。であとはもう写真を飛ばし飛ばしいくんですけども、まあ、社会主義国ということもあってか、やっぱり国行政との連携というのが必須になっているので、これを本当にすべて ADDP の方々がセットアップしてくれて、で僕がその国の機関 の, あのクリニックに行って、あのそこで田澤さんから教わった作り方をここであの技術移転して、彼らが作っている義足の作り方を、まあ、ちょっと改良してブレードをつけて走るというところまでを3日間のワークショップでやった。一人のランナーが誕生したというところまでが、これが2019年の終わりぐらいですねに行ったプロジェクトです。これがあのプロジェクトの一つです。でこれちょっとついでにお見せすると、羽根さん今こう東京オリンピックパラリンピックに関する記事がですね最近出たんですけれども、あの、まあ、ラオスの選手たちはあの基本的にはパラリンピック出るためには WPA 公認公認のタイムで世界ランキングに乗らなければいけないという、まあ、一つの条件があるんですけども、そのスタートラインに立つこともなかなか難しいということで、不公平なところもあるんじゃないかというような、まあ、意見を言って記事になったということもあります。この後こういったことも含めながらちょっと議論していけたらなと思います。ありがとうございます。あのドリームプロジェクトっていうのはだから他でもいっぱいありえますよね、途上国だとね。なんかいっぱい日本だと普通あるようなあれハードルがもっとたくさんあって、そもそもスポーツにたどり着かないことがいっぱいあるって感じなんですかね、現場だと。どうでしょう、姉さん。 あると思いますよ、やっぱり、やっぱり義足自体がやっぱり、ないっていうか、義足で走れること自体知らないんですよ。この間、ダオスで、なんだ、タレント発掘兼記録会みたいなことやったんですけども、うん、やっぱり若い子はね、なんで走んねえのって言ったら、いや、足がないから走れないよって言うんですよ、やっぱり。で、いや、やっぱりそうなんだなと思って、で、ちょっとこれこれこうだから、ちょっと待ってなよねって、もうすぐ足ができるから、ここまで待ってなねって言って、やっぱり走れるってことがわからないですね、途上国の人、うん。なるほど。義足の選手はね。そうです。テレビも何もないような、ところなんで、要は情報は Facebook ぐらいから集めるぐらいなんで、うん、オリンピック・パラリンピックもそもそも知らないっていう人たちばっかりなんで、うん、義足で走れる、まあ、要は自分たちの世界で義足って言えば、その支給されるPP、うん、っていうんですか、安価なただ歩くだけ専用 の, 義足がデフォルトなんで、うん、デルフォとかデフォルトか基準なんで、うん、まさかそんな義足があるなんてことは思ってないと思う、うん、なるほどね。だからまず知識っていうか情報を提供することと筋道つけるのが、うん、ね、はいね、はい、あの一つちょっと情報を埋めておきたいんですけども、中村さんに伺おうかたいなと思うんですけども、ちょっと質問でもあったんですけど、これ地雷がでしたっけ、地雷が埋まっていることと、はい、障害をラオスの障害を持たれている方っていうのはこれは関係あるんですか。やっぱり地雷で障害を負われる方が追われます、追われますって変な言い方、はい、はい、さっき言いましたけど、その殺さない爆弾、障害、もちろん亡くなる方もいるんですけど、はい、その本当にクラスター爆弾ってすごい大きい爆弾じゃなくて、こう野球のボールみたいな弾なんですね。大きなこう弾頭というか、こう爆弾にその無数の銀の弾がバーッといっぱい詰まってるのがクラスター爆弾って言って、それが落ちてくるんですね。でそれがもうこんな銀の弾なので、それが不発弾になって地中に埋まっていて、子供が楽しいじゃないですか、キラキラ光ってる銀。で今も音とか熱とかでその銀の弾が爆発するんです、うん、つまりは手が吹っ飛んでしまったり、足を残してしまったり、目が破片で目が全部に。でもその数はラオスなかなか統計とかがまだ不確かなんですけど、うん、今はもちろん一番の起因ですね、障害起因はやっぱりバイク事故だったり交通事故ありますけど、はいはい、うん、不発弾の今も被害で障害者になってしまう人はある程度の数がいます。なるほどね、はい、いらっしゃって、はい、
わかりました。ありがとうございます。はい、羽根さんがおっしゃってたところ、大きなポイントだと思うんです。まさにこれが今、オリも含めて抱えている、パラが抱えている最大の矛盾で、まあ、一番格差がもろに出ちゃうようなことになってると思うんですね。でもこれを乗り越えるのってなかなか大変だなと思いつつ、どういうアプローチがあるのかなっていうのを考えていきたいんですけど、まず羽根さんがそのこの間の記事でおっしゃってたところ、あれ少しもう少し補足していただきたいんですけど、どういうのがあの記事でおっしゃりたかったことなんですかね。よ、一番本当に何だろう、伝えたいのは、チャンス自体が公平ですかっていうことです。うん、だって日本って言ったって大丈夫ですかこれ。ん、あ、どうぞ。何かあったら後で編集するのでどうぞ。はい、なるほど。何でも打ち負けてください。日本とか先進国って要は標準記録突破するために大会参加できなければ自分の国で作れるじゃないですか。うん、で途上国って作れないじゃないですか、そもそも論として、うん、で IOC にも、あ、ごめんなさい、 IPC にもなんか救済措置をくれって僕お願いしたんですね。あ、うん、僕っていうかそれを聞いてくれって経由でお願いしたんですね。うん、ただ要はじゃあ健常者と走った大会でも公認としましょうよみたいな返事をもらったんですけども、うんうん、そもそも論として健常者の大会ですらハンドウォッチで、うん、ハンドウォッチだって雷管なんか打たないですよ。なるほどね。用意、笛でピッてやって、で合図するんです。こうやってその合図と笛が合ってないとかね、うん、運動会で、運動会がいい悪いじゃなくて運動会レベルの大会運営、うん、ちょっと皆さんにこれ補足すると、陸上だと正式なのだと電光掲示って言って、スターティングブロックに圧をかかって、でゴールで電気で取るっていうのをやるって、今は公式はそれなんですよね。ハンドじゃ多分記録として認められないですよね、それだと。認められないです、はい、ね、認められないです、うん、だからそもそも表示も切れないのに、切る場所が与えられないのに出場を促すも何もないじゃないか、そういうことですね。はい、うん、はい、で今日かなんかのヤフーニュースかなんかで、うん、誰だかちょっと忘れちゃったんですけども、障害者はまだまだ認知が少ないなんて言ってたんですね、うんうん、IPC の誰かが。で普通の有名な先進国の障害者が注目されてないっていうんだったら、途上国の障害者なんかもっとダメだろう、うん、なるほどね。そういう現状がお前らだって申し訳ないんですけども、うんうん、あんたたち どの程度分かってるの、うん、なるほど。アギトス財団から、バジェットが出るんですけども、うん、コロナ禍で、やっぱ交通費が高騰してるんですよ。なるほど。それも全然やっぱ考えてくれないで、うんうん、要は言葉がすごく悪いんですけども、お金やってるのになんで行かないのっていう姿勢が見え見えなんです、うん、なるほど。我々からすると、うん、違うのかもしれないですよ。だからもうちょっと親身になって考えてくれよと思っちゃいます。本当に生かしたいんであれば、これそれ具体的にはどうアプローチするといいんですかね。その死どういうところがボタンになるのかなと思って情報ですかね、やっぱ向こうに伝わってない。はい、どうぞ。まあ、似たような感じで、最近パラバドミントンの選手と話したんですよ、うん、でパラバドミントン連盟も今年からパラリンピック種目に選ばれたということで、連盟がものすごい、まあ、国際的に盛り上げようとして、でやっぱパラリンピック種目に残るためにはいろんな国からの参加がないとやっぱ種目として認められないじゃないですか、オリパラ両方とも、はい、なのでさっきの財団、アギトス財団と協力して、各大陸から絶対にこの人を呼ぼうっていう人をなんかこう強化してみたいなものにして、で彼らの場合は6大会国際大会に出て、その上位6大会の成績でポイント制なんですかね、うん、選ばれるんだけれども、3大会を最ミニマムリクワイアメントにして3大会無理やり出させるみたいなサポートをしてるらしいんです、ね、うん、
で、いつも来てる人がいたら、あ、やっぱあの人はサポートできてるんだなっていうような選手がいて、まあ、そういう、まあ、優遇をしていると。なるほど。で、この基準はやっぱりあの知らないとわからないっていうことは言っていて、やっぱ羽根さんはあのやられてることを自分でアピールしてやってるっていうことを、まあ、自然とやってるんだけれども、やっぱり自分たちのやってることをちゃんとあの主張して知ってもらうっていうことは、うん、なんかある意味やっぱ必要であるし自然な流れなのかなっていうふうに、うん、このあのパラバドミントンの選手の話聞いてて、うん、知らない可能性が高いですよね。そうすると情報のところも大きいですね。情報をとにかく伝えていくっていうところはね、あの大きい気がしますけども、この どうなんでしょう。でももう一つあのじゃあ中村さんに伺いたいんですが、はい、あのこれ私はブータンとかネパールの支援をしているとあので感じるんですけども、4段階先ぐらいがオリンピック で、はい、でまずまあここがあって、それからあれは何アジア大会ですかね、あのエリアのアジア大会、はい、あります。東南アジア大会とか南アジア大会とか、はい、はい、そう、あのだから段階がね3つぐらいあって、はいはい、そうなんですね。だからうまくモチベートしていかないとちょっと遠すぎてっていうのはありますよね、はい、どんな感じでしょうかね、現場のスポーツでいうと、みんながまずは、うん、あここ行ってみたいと思うのっていうのって、具体的にはどういう大会になるんですかね、国際大会っていうのは。ラオスはもう ASEAN ですね。ASEAN パラゲームっていうのが、うん、C ゲームっていうのが、まあ、はいはい。で、その後に ASEAN11 カ国の、あの、東南アジアのパラ大会があるんですけど、うん、まあ、それですね。もうそれに出る。あれは11カ国で、まあ、ラオスいつもいつも最下位なんですけど、うん、メダル数は、やっぱりあれはすごく力を入れていて、でも あそこまでですよね。だから、うん、あの国民の例えばラオスの皆さんもパラほとんど 90% ぐらいあんまり関心わからない、うんうん、そういう状況ですね。その本当に地域の大会が彼らにとって、それでそこに出て例えばラオスもメダルを取れる競技があるんですね、うん、いくつか。でそこにやっぱり出ると政府が報奨金という形でメダルごとインセンティブが出るんですよね。例えば金メダル取るともうずっと年金が出て、もう未来あもう安定したそういう年金制度みたいに出たり、うん、やっぱそこまでですよね、ラオスは。でもあのそこまでだったのをその羽根さんであったり、例えば日本の専門家であったり、うん、やっぱりこの先にパラっていうの最高峰があるっていうことをやっぱりモチベーション、まあ、為末先生おっしゃったようにどんなことが待ってるその想像ができないので、うん、ラオスの人ははーって感じです。なので、うん、その先にあなたたちがもし舞台を持ってたらどんな素敵なことが、どんな素晴らしいって言い方変ですけど、うん、これからの練習のモチベーションになるようなこと、うん、そういう情報をすごく羽根さんも選手にも言ってますよね、うんうん、でもそうすると変わってきますよね。こうやっぱり練習にモチベーション、例えば羽根さんの教え子たちはもうパラを見てるから、うん、記録ももう上がって安定してますから、うんうん、やっぱりそういうモチベーションを作っていくのが、まあ、私たち外人で私たちがギャギャ言うっていうより、うん、やっぱりラオスの、まあ、ちゃんとした層の指導者やコーチが世界を見て感じて選手たちにかけていくしかないですね、うん、どうですか姉さん、何かその変化と兆しとか見ます？その選手の内、先ほどは制度上の、ね、とこだと思うんですけど、選手の内的なモチベーションみたいなのでいくと、すごいありますよ。びっくりしちゃいますよ、うん、やっぱり一番はね、あの英語をやっぱり覚える意欲が 強くなったのが大きいですね、あ、経験して。そうです、そうです、はい、やっぱりあのなんだろう、やっぱり、そんな多くはないんですけど、ドバイ2回ぐらい行って、中国に1回ぐらい行ってるんですね、うん、だからそこでやっぱり英語が必要だっていうのをすごく痛感したと思うんですよ、うんうん、だから今ではね、そのケンっていう子は僕より全然、まあ、僕は本当はもう単語を並べてるだけなので、ものすごく上手くなりましたね。で彼、羽根さんの、 そのもうトップ教え子が、あのこの東京も目指している彼は人間的にも素晴らしいけれど、うん、まあ、英語もものすごく勉強してますね。だからそれはモチベーションがやっぱり彼は高いし、羽根さんがもちろんそれ、羽根さんの言葉に応えてる、まあ、るますよね、羽根さんね、ケンは、うん、だからあの極端な話、自分一人でもあのお金があれば、なんとか外国の試合に遠征に行けるようになんなきゃダメだよって僕は言ってたんです、うん、
だから今はなんだろう、みんな監督が行ったりなんとか通訳が行ったりしたんですけど、でやっぱりね、あの将来的にもやっぱりね、あのちょっと話は変わっちゃうんですけども、うん、あの今みんな大学生になったんですけども、やっぱり将来を見据えてね、仕事はしなきゃいけない、仕事は仕事、練習は練習で、すごくやっぱり、うん、なんていうんだろう、ライフプランか、それをすごく考えるようになったんですね。うん、ですごく、なんだろう、どうぞ。あ、いいですか。中にあのみんながみんなアスリートになるわけじゃないですか。うん。で、この前、さっき動画で見せたシット君は、残念ながらその競技を続けるっていうモチベーションが多分続かなかったっていう僕は思ってるんですけども、その何でしょう、はい、の中でスポーツをやるにあたって羽根さんがこうアスリートになる人たちと、あるいはそれにたどり着かなかった人たちってどれぐらいの割合でいるんですか？一流選手を目指して、陸上だけでいいですか？あ、もちろん、はい。陸上だけだと、10人中2人ですね。2人、羽根さんが振り落としてるんで。振り落としてるっていうか、自然に来なくなった。やっぱり僕、厳しいんですよ、すごく。言うからにはやれよなんですけど。要はオリンピック、ごめんなさい、パラリンピックに行きたいっていうんであれば、やっぱり練習 しなきゃダメなんで、要はある程度、今そのパラリンピックに行きたい、毎日練習やるっていうとある程度補助が出る、うん、でそうやって嘘を言ってその補助金を騙し取るってことは僕は許せないんです、うん、なるほどね、はい、なんかでもちょっと伺ってるとそのトップを目指していくっていう世界の話と先ほどの楽しくて続けていくと生活が変わっていくっていう、うん、この両サイドがありますよね。これらがまだちょっと間が埋まってない感じなんですかね。そうです。ラオスなんかね、さっき車椅子なんかはまあある意味でそのまあモチベーションとしても外もあるんだろうけど上もあるんだろうけど、まあそれがそもそも社会を豊かにする自分の生活を豊かにする方向で、だからそこのあたりがこう本当はね、裾野からそういうたくさんの人が入ってきて、うん、チャンピオンを目指す一部の人もいれば楽しくやっていく人もいればっていう構造ができるといいけど、まだこれがなんかすごい薄くて難しいみたいな、そんなイメージですかね。うん、だから僕にそこまでの器量がないんです。そんなことで、羽根さんは羽根さんで持ち場持ち場で、そのパラっていう見据えたグループを羽根さんはして、まさに亀先生今おっしゃったように、うちがそのブリッジを、もちろん全員がパラリンピアンになるわけじゃなくて、うん、もうラオス一歩田舎に行くと、それこそもう家から出たことない障害ある人って言って、うん、その人たちいきなりじゃバスケやりなさいって無理じゃないですか、うんうん、だからやっぱりその人なりにまずいろんなスポーツがやっぱりあって、例えばユニバーサルスポーツとかうち両方支援してるんですね。やっぱりそのブリッジのところでいきなり車椅子バスケじゃないだろう、でも一歩出るために楽しいルールも簡易的な簡単なスポーツ、体を動かせる楽しいスポーツを経験してもらって、そこから先が見えればいいじゃないかっていう、この制度を今実は ADDP 作ってまして、おっしゃるようにすごい大事なんですよね。なんかこう二極じゃなくてで、やっぱりこう流れるように、うん、まさに底辺ですよね、うん、そこはすごく大事で、全県に18県ラオスあるんですけど、その普及員、障害者スポーツ、レクリエーションスポーツ、ユニバーサルスポーツ含めた普及員を配置してるんですね今、うん、うちそこのキャパビルをやっていて、今地方でそういうスポーツって楽しいっていうことを教える人たち、うんうん、村に入って障害がある人引っ張ってきて、うん、じゃあやろうよっていう人たちも育成しなきゃいけないし、うん、いろいろそうなんですよね。いろんなことがあります。なるほどね。ありがとうございます。はい。それがこう、ね、つながっていくといいですね。選抜されたりとかしてね。はい。で、ドリームプロジェクト、義足に関しては僕は方向性を変えて、今ゆきさんがおっしゃったような、うん、なんだろう、競技性を初めから追求しない、うん、に方向に僕は舵を切りました。あ、本当そうなんですね。ん？よかったです。遠藤さん聞こえなかった。はい、いやいや、聞こえてますよ。はい。いや、遠藤さんの声が聞こえなかった。あれ？はい。よかったですって言いました。はい。あ、うん。はい。義足に関しては、すごくハードルが高いので、うん、要は、車の拒まず、
ファルムの技じゃないですけども、敷居をすごく、要は楽しく走れればいいよねって。だから、そうやってちゃんと、初めからそうやって分かってれば僕は全然問題ないんです。要は、いい加減にやっててパラリンピックに行きたいっていうから頭に来るだけであって、初めからじゃあこの団体は上を目指さずに、ただ体の強化したり、走る楽しみを味わうとかっていうことを言ってくれれば僕は全然問題ないんです。ただパラリンピアも見てそっちも見るってことはちょっと不可能なので、ちょっと日にちを決めないといけないのかなっていう考えは今のところあります。まあ、でも質問して、はい、どうぞ。ゆきさんなのか羽根さんなのかわからないんですけど、日本で義足の図書館やっていて、これじゃちょっとなんでしょう、広がらないなと思った理由の一つは、ここに来なければ走れないなっていう思ったんですね。で、次のステップとして、例えば小学校が、日本だったら小学生が運動会で走るとか体育で走るとかっていうところで義足が使えるようになったらいいなとは思うんですけども、ラオスで子供が例えば、なんでしょう、小学校で走るとか体育とかってあるんですか？あとは質問にもあったんですけども、大人の人が皇居を走るみたいな、うん、スポーツを日常的にやるっていうような習慣みたいなものってあるんですか？ありますね。今ラオス、そういうマラソン大会、市民マラソンみたいなのも始まってるし、結構週末になるとエアロビクス軍団がいたり、こうなんか普通にこうそういう文化っていうか、だんだんこう余暇にスポーツを楽しもうっていうムードがだんだんラオスも出てきましたよ。出てきました。なので、全くスポーツ遠い話じゃなくて、生活余暇っていうところでのスポーツ活動といろんなところで、うん、ただ体育の授業は、なんか違う、もう決定的に違いますよね、羽根さん。体育の授業。はい。ゆきさんがどこを見てるかわからないけど。そうです、すいません。僕が見る限りでは、あるかないかさ、体育はあるんです。ただ、その日本の感じで言う体育ではないんですよね。要は、制服で、狭い校庭を走ってる姿は僕は見たことあります。で、サッカーみたいなのをやってるのも見たことあります。だけども、ゆきさんなんか体育の授業がないっていうから、でも、ゆきさんなんかの方が数多く見てるから、僕はこのビエンちゃんの、なんか預けちゃう、もうなんか体育イコール、なんか地域のサッカークラブに入れちゃったり、なんか学校的に、なんかもうすぐゲームで楽しく遊んだり、そういうのが体育っていうふうに。うん、はい、なんか、ブータンとネパールの体育を僕見たことあるんですけど、時間としてある話と、その間何が行われてるかっていうのがあって、その間はなんか、自由に子供たちはボールを持って遊んでる感じでしたね。だから体育の授業っていうより、休み時間に、そうですね。そんな、体を動かす時間みたいな、そんな感じでしたけどね。僕が見たのはね、ちゃんと先生がいて、ピッて吹いて走ってやるとか、やってたんですよ。で、サッカーとか、カゴ取りって、円になってサッカーボール蹴ったりとかっていうのを結構やってたんですよね。うん、だから、ゆきさんいないって言うけど、この辺だとなんかあるんだなとか。うん、そうだそうだ。じゃあ、ねえ、あれですね。でも日本の体育みたいな感じではない。ね、うん、もちろんもちろん、あんなビシッとした、あれではないです。いいですか、遠藤さん、さっきの。どうぞ。質問の意図は。で、じゃあ、今のは、うん、質問の意図はまさにそうで、日常的にスポーツをするっていうところに義足のブレードが自然と使われるように なって、だからみんなでこう普通に健常者障害者関係なく走って、なんとなくこう自分が速く走れるなと思ってきた人たちがなんかこうアスリートにこうなっていくみたいな。そうですね、ほぼないんですけども、うん、こういった流れあるといいなと思ったっていう、うん、グラスですね、うん。ただ日本と決定的に違うところは、ラオスって障害者のことをあんまり腫れ物に触る文化がないんですよ。だから別にブレードで走ってる子もそんな危ないからあっち行けよっていうことは一切ないです。そういう文化は日本と違ってあると思います。うん、だから自然に、ね、走りやすいじゃん、うん、
日本ってだって走りやすいっていう、まあ、走りやすいっていうか、まあ、グラウンド状況を見ると走りやすいとは言えないんですけども、日本のようになんだろう、障害者はあっち行けっていうのはないっていう文化ですよね。うん、多分スポーツをする文化があって、スポーツをする人がそれなりに多いと確率的にピックアップされて才能がある人が上に行く可能性があるんじゃないかみたいなのが多分遠藤さんの言わんとしたところで、だからまあグラスルーツ、結局ここのどのくらいここを豊かにしてっていう感じなのかなって気がするんですが、ちょっと時間になってきましたので、じゃあ質問を最初にいただいた、たくさん質問いただいてありがとうございました。これをちょっと拾いながら皆さんに当てていきたいなと思いますが、まず一番上からいきますね。これは遠藤さんに聞く方がいいのか、中村さんかもしれないですが、ラオスでは義肢装具の材料は車椅子を自国で作っているのですかというものなんですが、まず車椅子は作ってなくて、はい、ラオスは作ってない。でも車椅子、作ってます。あれはでもどっか中国から多分来てますね、修理、はい、その技術移転は、実は車椅子を作る技術移転は、はい、別なAR さん団体がされてたんですね、はいはい、で作れることは作れるんですけど、なんかその、うん、今中国からその持ってきちゃった方が安いので、それを何かこう修理して使っていたり、技術はありますけど、実際に生産体制がなってるとは思わないですね。で、タイが近いので、タイがもう30分でタイに行けるので、うん、タイからも持ってきちゃうとか、そういう感じだと思います。なるほど、ありがとうございます。でもほら、手押し三輪車って作ってないですか。そう、まあ、あれは作ってます。車椅子じゃないけど、自分たちで作ってる。作ってるよね、あれね、コープでね。はい、コープで作ってます、ね。これ、先ほどのドリームプロジェクトで義足作ったりされたと思うんですけど、これそれはどうでしたか、遠藤さん。PP はどこだっけかな、PP の義足の作り方っていうのは、基本的にはレッドクロスが、赤十字ですね、持ち込んだもので、はい、でそれをそのままずっとやってるんですけども、それの生産っていうのはいろんなところでやられていて、例えばヨーロッパとかで作られたものが輸入されているというふうにも、結構多いんですけども、でもラオスで聞いたときには、その PP プラスチックの材料はタイから買ってるっていうふうに言ってることを聞いたことあります、はい、ね、で PP は再利用できるので、作ってそれが使われなくなったら、それをすごいこう細かく刻んだ後に溶かして、また材料を作るみたいなことで再利用してるっていうようなのが現地でやられる、なるほど。これは一般的で、結構その PP の技術を使ってるところはいろいろなところでも同じように作られてます。東ティモールだと、ありがとうございます。じゃあ次の質問いきますね。これは義肢装具のあったお金の周りですかね。ラオスでの義肢装具の支給制度はどうなっていますか。切断者の自己負担金はいくらでしょうかと。日本では原則1割ですっていう感じですね。これは無料ですね。というのは全部 NGO が、国際 NGO がそれを例えば購入して配布を手伝っていたり、はい、実際にその障害がある当事者がお金を払うっていうのは、多分ラオスは無償だと思います。そうですか、はい、無償だと思う。ただその政府がやってるわけじゃなくて、やってるのはもう外国の NGO だったりするので、どうかと思うんですけど、はい、ラオスがこれからそういう、どうなんでしょうね、補装具とか無償にするのか有償にするのか、ただ今は NGO 頼りですね。なるほど、はい、なるほど、なるほど、はい、でそれでは、ちょっとこれもうちょっと、これ本質的な質問ですけども、遠藤さんに聞こうかな。パラスポーツは一流になろうとするほど、どうしても高価な義足や車椅子が必要になり、健常者のスポーツよりも貧富の差が出てしまうと思います。途上国でスポーツ指導する中で、道具で先進国と差がついてしまう不公平感は感じますか。先に遠藤さんに聞いて、それから羽根さんに行きたいなと思うんですけど、どうでしょうか。これまあ、これ要するに、まあ折りも含むけど、まあ結構本質的な問題かなと思うんですが、どう考えましょう。いや、もうこれも同じじゃない、すごいやっぱ不公平なスポーツだなと。パラリンピックは突き詰めれば突き詰めるほどやっぱ不公平なスポーツだなと思いますし、うん、例えば障害の、例えば硬い義足切断ってだけでも、離断なのかとか、あと切断なのかでだいぶ違うので、やっぱり硬い義足一つレースを取ってみても障害の差が出てしまうし、あとはそのリオパラリンピックなんて、OECD の最貧国からの出場者ってゼロだったんですよね。オリンピックでは実はあったり、いたりするんですよ。トリニ
トリニダ・トバゴとかでもそうなんですけど、うんうん、なんか走るっていうシンプルなスポーツなんだけど、ね、やっぱパラになった途端お金がかかるっていうのはものすごい感じますし、でもやっぱその不公平はあるよねっていうのは前提な上で、でもスポーツってみんなのものだよね、じゃあどうしたらいいかっていうふうに考えることが大事なのかなと思いながら、その不公平さを感じながらなんか取り組むってことに注力したいなとは思って、うんうん、ありがとうございます。羽根さんどうですか、道具っていうか条件ですかね、道具以外にもいろんな制約があると思うんですけど、途上国だと両方知ってらっしゃるんで、まあ、日本と、うん、そうですね、やっぱり仮に、まあ、あのグラウンド一つにとっても、うん、まあ、やっぱりあのスパイク履いて走れるところもあんまり少ないですし、うん、ここにアクセスするまでのすごくなんだろう、アクセス方法がすごく限られているんでっていうのはありますよね、うん、でレーサーにしてもあのやっぱりあの日本のレーサーと途上国に来るレーサーって言ったらやっぱり変と地ほどの差があるじゃないですか、まあ、だから、まあ、途上国から義足とレーサーが出るのは僕は本当もう20年30年ぐらい先の話じゃないですか。レーサーってのは車椅子のことですかね。あ、ごめんなさい、はい、車椅子です、はい、レース用のね、はい、はい、そこ行くとあの為末大としてはそのオリンピックも含めてパラリンピックもそうなんだけど、おそらく多分お金をかければ金メダル取れるってなってるわけじゃないですか、うんうん、それに対しての不公平さっていうのは感じないですか。いや感じま、まあオリンピックも含めてパラもそうですね、不公平な感じで、でも大事なことは公平な条件で競争してみたら本当はどうなんだろうっていう好奇心をみんなが持つことかなっていう気がしてます。だこれはなんかあのこれ面白かったんで皆さんにぜひ読んでいただきたいんですけど、あのメリットクラシーについてマイケル・サンデルさんが新しく書いた本があって、まあ要するになんかいろんなものが実は結構なんていうの、あの本人の努力と思っていても周りの環境に影響あるねっていうのをやって、もうちょっとそれをアメリカ国内の格差について話してるんだけど、僕はオリパラっていうのはそれを地球規模で感じて、それをなくして用意どんしないと、なんか要するにこんなとこから用意どんしてる状態なんだけど、当日だけ揃えてるようなだけの話なんで、そのことを自覚するっていうことがすごい大事だなって思ってます。だからまあもうちょっとなんかここのメダルがどうこうっていうところからもうちょっと大きな視点に見て、そもそもスタートラインに立てなかった人も本当は立ってたかもしれないっていう視点を持つっていうのはすごい重要かなっていう気が、まあそれがすぐ変えてくれるとは思わないんだけど、なんかみんなのマインドがともかくそこに注力していかないことには始まんないなっていう感じが、それなんでそう思ったかっていうと、あの引退してアフリカに指導しに行った時に、こいつは絶対俺より早かったはずだっていう選手を見たりしたんで、ね、だけどハードルを習ったことなかったんだろうなっていう飛び方してて、そうだよ、ね、そういうのいっぱいあるじゃないですか。だから、うん、まあ僕はまあもう現役だったら彼らに参入してほしくないけど、もう引退したんで、なんかどん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 本当才能ある途上国の人が参入した方が、あのみんなのオリパラになっていいんじゃないかと思っています。はい、でもう一つ、これあのホットトピックなんで、コロナ禍ラオスもロックダウンしてたと思うんですけど、どんな感じだったの。今もロックダウン、はい、あ、そうですか、ね、今もロックダウンなんですよね。今もまだロックダウン期間中なんですよ、うん、何しちゃダメなんですか、うん、今何しちゃダメなんですか、ロックダウン中は。今はだいぶ制限は解除されてきたんですけども、うん、この、20日、6月の、ごめんなさい、5月の20日までは結構厳しかった。車でもその部落を通っちゃダメだから、要は大きな道を、遠回りになるけども大きな道を通れとか、規制はだいぶうるさかった。あ、通っちゃいけない道があった。そう、要はその部落の先に自分の家があるんだけども、そこを通ってくれるなと、通る、へえ、まあ、車だぞって言うんだけどダメだ、うん、大きい道を通れ、うん、遠いじゃねえかって言うけどダメだ、うん、なるほど、ね、で今はだいぶ
今も結構厳しいです。なんだろう、今は僕らは練習は継続できるようになりました。僕がコーチングすることが可能になりました。でも前はダメだった。前はダメでした。グランドに、グランドが使えないみたいな。グランドは、要は、選手はグランドに住んでるんですよ、今。グランドに住んでるって言ったらおかしいんだけど、競技場にある一室に住んでるんです。ああ、はいはいはい。だから、競技場に部外者は入るなってことなんです。そこに住んでるから選手は練習できてた。なるほどなるほどなるほど。あ、そうか、コーチが僕はそう、僕はそこには行けないんです。入れないんです。なるほど。だけども選手は自分で練習できてて、遠隔で僕は、これやってあれやってってことを言ってた。そうか。で、この5月の23日以降は僕は入って許可が下りたので僕は行き始めた。なるほど。はい。これ街の様子もそんな感じですか、中村さん。街も、ラオス、そうですね、やっぱりこうまだ少ないんですね、例えば3桁じゃないんですけど、その本当に水際はもう、あれです、街もレストランはあれですね、あと美容院、なんかこうピンポイントなんですよね、今、多分ゾーニングになってると思うんですけど、コロナ感染が出た村、そこの人が出た村だけをこうレッドゾーンにして、そこはもう時間が例えば1日3時間のお買い物だけ、あとは家にいる。結構やはり当局が厳しいので、そういう言える。でも、コロナ禍のことを、ラオスのことを、もうびっくりするようなことが起こってますよ。もう例えば、個人情報とかはもう関係ないので、もう全員、そのコロナ感染者のもう分刻むの行動、名前、住所、全部表に出ます。それで、もう涙ながらに家族で謝る。すみません、うちの娘がみたいな、もうそういう、もう徹底的に、ああいうのを私も日本人なので、Facebook でもう本当にもう血祭りじゃないですけど、全部分かっちゃうんですよ、もうこの行動記録が、そういうこと日本はないし、ただ、それくらいして、全部コントロールをして、なもうびっくりした。なるほどね。羽根さん、絶対になっちゃダメだよ、羽根さん。ならないよりね。これ今回本当これだけ大事になったのは、症状例59番っていう人がいるんです。そうなんです。名前59番。タイから密入国してばらまいたんですよ。59番の方が。ここまでは、何十人だったんですよ。感染者が59番その人がばらまいちゃって今2000人弱ですよだからその家族はもう連日 Facebook で謝ってる申し訳ないうちの娘が本当にそういうのとかもなんかこういやすごいなだから逮捕されましたよねそうか若い子だってロンドン区の学生だって25歳だからなそうか女の人わかりましたはいありがとうございますじゃあ質問はもうでも時間的にあれかな受けられないけどこれもし簡単に答えられたらお願いしたいでもし分からなかったらそれで大丈夫です東京で選考会の開催を検討しようというニュースを3月下旬に見たんですけどそれ以降最新情報をご存知の方おられないでしょうかってものなんですけどこれは呼べないですもんね日本ではだからやってないですよねだから3月以降っていうのは、要は、なんだろう、あとジャパラと、そうね、日体大とかの、いや、国内はね、多分これ、質問の意図としては、海外から真似っていうことじゃないかと思うんですけど、違うのかな。まあ、はい。じゃあもう一つ、途上国のパラアスリートのパラリンピック出場権については、どこに問い合わせすれば確認できるでしょうかって質問なんですけど。これは JPC ですか ?JPC じゃない、IPC かな途上国のね、そうですよね、IPC の。通常枠要は、パスウェイを通過した人は何人でも行けますよね、もちろん。で、標準記録を突破してない国は、ワイルドカードとして、男一人、女一人いるんです。オリンピックの方は各競技によって一人一人じゃない。そうですね。パラの方は、その国全部で一人一人なんです。うん。標準記録突破してない場合は、誰も。パラリンピアンが、
いない場合は、うん、女1人男1人の、ワイルドカードとして認めますよっていうのが、だから戦略として1人誰か出ちゃうと2人いける可能性が1人になっちゃうんで、うん、っていう戦略もあるんですよね、はいはい、じゃあ IPC のねホームページを見ていただいてっていうことになりますね。はい、はい、いろいろとご質問ありがとうございました。ちょっともう時間になってしまいまして、終了しないといけないんですが、まあ、課題はでもいろいろあるなと言いつつも、そうは言ってもこうちょっと帯同っていうんですかね、なんかこう動きがこう動いているっていうのはとっても大事なことで、まあ、中村さんおっしゃってた通り人に関わることなんで、2,30 年だった時にね、この時のなんか開いたらいいな、花開いたらいいなという気もするんですが、じゃあ最後になりましたので、ちょっとお三方からコメントをいただいて、まあ、今後の展開や今日の感想でも構わないんですけど聞いていきたいと思います。じゃあ最初に中村さんから伺ってもよいですかね。はい、ありがとうございます。今日は、はい、一つロックダウンが6月終わって、この、遠藤さんドリームプロジェクト、本当にですね、義足、切断の若者多いんですよね。なので、この間、パラ競技大会、陸上やりました、ラオス国内。で、それでたくさん走りたいっていう選手がいるので、それを、そのみんなをつなげて、とにかく、まず走ろうっていうことを始めていけたらなと思っています。今日は本当にありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ次は遠藤さんお願いしていいですか。はい、ありがとうございました。ラオスの取り組みって結構僕はすごいと思ってまして、そのオリンピック・パラリンピックのなんかこう表に出てるようなニュースだけではなくて、本当に社会的に意義のある活動されてるなと思いますし、この前も発掘イベントとして障害者の方々集めてスポーツをやりましょうというFacebook でもライブストリームやったんだけれども、結構僕の周りではオリパラ関わってるけれども知らなかったって人結構多かったんですよね。だからやっぱり表層的なメディアの報道だけではなくて、やっぱもうちょっとスポーツの大切な意義みたいなところに目を向けて、やっぱこういった活動が日の目を浴びるようなところになったらいいなと思いますし、で僕はその中ではその義足の技術的な部分と、あと普及の部分ですねみたいなところで、まあ、引き続きお手伝いさせていただけたらなと思っております。今日はありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ羽根さん、最後にもうこの世界の矛盾を切ってください。じゃあ羽根さん、はい、だからまあ僕は本当に何だろう、途上国で今起きている現況現状はこうだよっていうことを少しでも皆さんに知ってもらえたらなっていうところをすごくアピールしたかった、うん、おそらく知らないと思うんですよね、うん、この本当遠藤さんじゃないけどこの本当の裏側っていうか、表ばっかりがよく報道されるんですけど、うん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 、このどんだけ苦しいかっていうことを少しでも公表できればなっていうだけだ。選手本当頑張ってるんですよ、うん、本当にだってごめんなさい話がそれちゃうんだけど、東京オリパラやるかどうか分かんないけど、みんなあなんだかんだ言ってるけど、僕も6年間かかってここまで来たんですよ本当に、うん、ねえ本当にやるかどうか分かんないけど6年間ですよまあいろいろ賛否両論があるから何とも言えないですけど、本当に途上国の現状を少しでも分かっていただければなと。はい、ありがとうございます、はい、もうこれでも皆さんね、はい、今40人いるからで、このうちの2割は行ってるんで36人は行ってないってことで36人の人が少なくともラオスに1回は来ていただいて、コロナがあったので待ってます、ね、来てください、がラオスのファンになっていっていろんな活動を共有していきましょうということかなと思いました。ありがとうございました。ありがとうございました。こちらはサイボーグに関する情報だったり、またイベントのお知らせを皆様にお届けしているので、こちらも QR で飛んでいただくか、